昨日そしてそのオースで売ってた何やっていうのはね、もう一回ギルド制、日本はギルド制もっとしかなかんちゃうかっていう話をさらに言っとって、でその仕事は自民党は基本的にギルドなんだから同業者組合、まあ、医師会を代表的な存在とする同業者組合のそのクレーム対象やろ、自民党って窓口があるのにいっぱい、まあいっぱいあるの、農業もそう、まずは水産もそう、例えばな同業者組合の窓口いっぱいあるの自民党な、ギルドの一種やな、でどの同業者団体の利益代表ですかっていうのが要するに属議員に似てるやろ、同業者団体系議員な、属議員っていうのはその霞が関のいろんな省庁、財務省と財務畑の属議員っていうわけな、田中に多いのむしろその人はね、なんで同業者団体要するに支援相手は、圧力団体いうか何て言うんだったな、医師会とかのことやんか、なな私に言ったら登記証組合ってあるがね、な同業者団体っていうのは同業者組合、組合っていうのは労働組合はその組合の一種な、だから個人事業ってその商店会、商店会はもう同業者団体の一種やんな、で同業者って、まあ、例えばそれは金物屋さんやったら金物屋さんばっかりのその同業者団体っていうのは今あるはずやで、なかったら問題けどなくなっていってるのかもしれない、まあ、調べとくわな、聞いたら分かるからな、でもそのうちな聞くタイミングがあるからな、金物屋さんに金物屋さんに聞くわけやから聞くタイミングがあるやろそれ分からなかったら人間関係知らんで、あんたら情報をしたら調べとこいって 何対ちゃうんつもりな、検索してない情報は誰か調べろって言うやろそれだったら頼むさるよな、平安貴族のつもり君かやろ、ほんでまあその子孫やとしたらもう笑えなみんなな、じゃあその SNS が平安貴族のそのあれ指揮系統になってんのか藤原ドキドキなんですけど、結構なほんまに使っとるかあいつら藤原一門の指揮系統でほんまに使っとるかお互いのなアカウント名知っとるから藤原一門やばこれバラしたらあかんかったな、ほんでギルドな、ギルドっていうのはその民主党が例えばギルド作るとしたら、それはもう入れない労働組合な、組合の一種である労働組合なのギルドに過ぎないやんか、そこ脱皮できへんの、できへんかな、例えば町工場を助けよう言うとも、じゃあ町工場工場長、じゃ工場長じゃ工場主たちの同業者ギルドに脱皮できるんか民主党、ここ課題やろ、脱皮できたら民主党の持ってる知識、工業知識、民主党支持者の持ってる工業知識はめっちゃ有利やで、町工場支援団体要するに町工場社長たちの同業者組合みたいな、要するに町工場社長ギルドを、今実は自民党がそれやねんけど、それをその部門を民主党奪えてみ、すごいで、ほんでまた日本国それ自体がめっちゃ強なんで、これがうちのギルド制に関するすごい展望やろ、あすごいなんかいらんけど、すごい考え方やろって、いやすごいなんかすごい外せ、すごい外せ